どうも、こばけんです。この度、台風19号で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。一刻も早く安心して暮らせる日が来るようお祈りしております。さて、今回は被災地支援としてできること3つを紹介します。まず1つ目、災害ボランティアとして現地に行く。災害時はやることが多く、とにかく人手が足りません。ボランティアに行く場合は、受け入れ先を調べて連絡してから行きましょう。2つ目、支援物資を送る。こちらも、支援物資の受け入れ先と連絡を取り合って適切なものを送るようにしましょう。くれぐれも古着やすぐ腐るような生もの、千羽鶴などは送らないようにしてください。3つ目、ふるさと納税や支援金を寄付する。こちらも各自治体や支援団体に連絡して信頼できるところに寄付してください。以上となります。台風は年々勢力が強くなっています。一人一人できることをして、みんなで協力して乗り越えていきましょう。